宮下総一郎は、日本の政治家、国土交通官僚、青森県むつ市長。父親は前、むつ市長の宮下淳一郎。青森県むつ市生まれ。むつ市立大港小学校、むつ市立田辺中学校を経て、1998年、青森県立青森高等学校卒業。2003年東北大学法学部卒業。在学中に、 国家公務員愛守試験に合格。大学卒業後、2003年4月国土交通省入省。国土計画局、道路局、東北地方整備局用地企画課、都市、地域整備局、土地、建設産業局等の旧建設省畑を歩み、主に法案、予算案の企画、立案を担当。2009年国土交通省都市局まちづくり、推進課課長補佐。 2011年国土交通省土地建設産業局建設業課課長補佐2012年6月からは外務省へ出向在ニューヨーク日本国総領事館において政務部経済部領事2014年5月19日ジップの宮下純一郎むつ市長が雲幕下出血のため死去貴郷市市長選挙への出馬を決意同年6月29日執行の市長選挙に 立候補。過去最高となる2万1844票を獲得し初当選した。2018年無投票再選。宮下市長は2020年7月13日の記者会見で国内旅行を割引する政府の GoTo キャンペーンを新型コロナウイルスの感染拡大につながるとして批判した。今までは天才と言っていられたが、 人災という風になりますと発言し、海外メディアでも報道された。市長の発言があった直後、市内の宿泊施設では予約キャンセルがあったという、ありがとうございます。